変革期なのかなとは思いますね。うん、あでもブルさんがそういう風に感じるって興味深いからね、まあ、どうしゆっくり飲みながらでも話したいけど、ね、私は割とさ、ずっとその隙間隙間で美味しいところだけでさ、あの変なことずっとさせてもらってきた世代だから、やっぱ畑耕してきたのはやっぱりブルさんたちの先住民。いや、適当ですよ。そもそもなんですけど、ブルさんとミツさんとかっていうのはどのくらいのお付き合いなんですか？15年前ぐらい。こんにちは、皆さんありがとうございます。今ね、ちょっとあのまだみんなでパレードを、あ、お家でパレードね、ちょっと今これあのもう今ミッツさんがお話になっているので、こちらが終わってから始めようかなと思います。高圧的というかね、ありがとうございます。あのすごい文字数の多い人だなと。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、たまに何かあったら喋るけど、もともと女装ってそんな群れないイメージかな。あ、ありがとうございます、すごい、ありがとう、嬉しい。群れる、心は群れるし、だから別に仲悪いわけじゃないんだけど、でも今なんか本当女装は、まあ、ありがとう、一人暮らしが多いし、まあね、LGBT の人たちも一人暮らし、独居系が多いでしょうから。すいません、こんにちは、ありがとう。こまめに生存確認、健康確認を取りながらじゃないと本当にあのやっぱり今一番それ気をつけてるかな。で特に若手のドラッグクイーンなんか、こんにちは、ありがとうございます。仕事暴れちゃってるやつがいっぱいいるから、結構こう落ちる人は落ちると思うんでね。もうしばらくね、ちょっと今お待ちください。マナネットさんとかホッシーさんね、ミツさん元気そうです、元気そうです。カイラマンのようにならない、いい元気のつけ方。そうでもなんかもう写真が古すぎて全然もう解像度が低くて、髪焼きをね、こんばんは。人に寄った話になっちゃダメじゃない、プライドの。いや、全然めっちゃいいと思います。そうね、海の中の海、はい、ありがとうございます。お父さんたちのシーンもだいぶ変わってきたわけですよね。そうなの。でも上層増えたよね、増えたし。いや、皆さんあのお家でパレードはご覧になりました？なんか今ね、ちょうどミツさんが出てま ますけれども、広げてくれた、もうブルブルダーなみにこう開拓してくれた人。いやでもこんばんは、ありがとうございます。あ、すごいいっぱい見てくださって本当にありがとうございます。職業として確立していってくれればいいなっていうのは、私本当に女装始めた頃から思って。 ありがとうございます。あらゆるその女装して女装で雇用されるっていうのは、たくさんありがとうございます。いろんな目標にしてたんで、それこそ女装で渋谷でティッシュ配りしたこともあるし、女装で通訳やってたこともあるし、何でもいいから女装でっていうのを一つずっと目標にやってきたところがあるんで嬉しいですね、それはね。今ミツさんが、ね、女装についてお話になってますね。あえてその広げれば、こうクイーン系のゲイの女装の体験談だけど、それって多分マイノリティ全般がこうルールを変える運動と同時に、自分自身もそこで堂々とできる気持ちに変わっていくっていう両輪が大事だなっていうのはずっと思いますね。そうね、だから、受け入れてもらうっていう発想よりも、ごめんなさい、なんか放送事故みたいになってる。こっちがその、はい、世の中をちゃんと受け入れるっていう方がまず先にないと、対応じゃない、結局ぶつかり合っちゃうまんまだからね。ミツさん、はい、ね、ミツさん出ていただいて、またそこからグッとあの視聴がグッと上がって、あ、本当に1万人ぐらい、ありがとうございます、たくさん、はい、そうなんです、ちょっとね、はい、ありがとうございます。ミッツ、あの報道の後初めてでしょ、メディア皆さん、あの、ね、本当に、ありがたい機会を、あの、そうなんです、ミツさん、いいことをおっしゃってますね。あ、首飾りね、ちょっとあの、外れてしまったので、あの、とりあえず今撮りました。
さん、はい、もう心配される声もたくさんメッセージで、はい、いや本当ミツさんお元気そうでよかったです。逆に時間になっちゃって大丈夫。いやいやいや全然、最後にせっかくに誰がおつたけ君とか来ちゃうと、おつさんはさっき、はい、あそうなんだ、こんばんは、ありがとうございます。ミツさん大丈夫なのかなって、ミツさん のインスタにはお化けとお子がなかなか死なないっていう、そうなのよ厳密に言うとお化けと女装はね、あの話女装だね。あ、本当ですか、ね、ありがとうございます。じゃあ首飾りなしで ね行きたいと思います。ちょっと、まあ、なので、はい、あの、まあ、いろいろ各種ご心配をおかけしちゃって、あの皆さん、あのお体の方は大丈夫ですか。ある程度は元気なんで何かただ油断しちゃダメですから、こう具合の悪いところとかは、ね、ないでしょうか、大丈夫でしょうか。あの時間によっては私は今のところそういう時間は結構3月に、まあ、あのいろんなね人と、あ、よかったよかった、いろんな人と会ったんですけれども、ご覧いただけてる皆さんに奇跡的に、あの特にもう何帰れ、あの変化はなく普通に過ごしています。そうでしょ、ちょっとそう見えそう聞こえるよね。ちょっと疲れてるこのおばあさん、はい、本当で、あ、はい、ありがとうございます。ミツ先生、ありがとうございます。時間は別に、よかったよかった。病院、あ、本当に、でも今、病院ね、お勤めの方は大変だと思います。そんなに大丈夫ですか？どうでしょう、やっぱり結構、バタバタとされているんでしょうか。くれぐれも、あの、お体、気をつけていただければと思います。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。とにかくね、あの食べて寝て免疫力を、高めて、いくという感じでね、ちょっと皆さん一緒にこのね乗り切っていきたいですね。はい、そうですね、はい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 、最後に一言、あの皆さんに今、はい、鳥なので、あのメッセージをいただければと思います。これで鳥なの、はい、そうなのこれで終わっちゃう今年の、ビッツ大鳥だから、あのちなみにみんなでパレード、お家でパレードは、サゼコさんのなんか腹踊りとかそういうのないです。ないの？明日も行われて、明日はミーシャさんもあのゲストで出られるそうです。状況の中、みんなこう一致団結してこういうあの東京レインボープライド2020ちゃんと行われたこと、本当にあの誇りに思います。本当に素晴らしいと思います。皆さん、本当にありがとうございました。また今のこの状況をですね、油断せずに、乗り切ってして生き延びて、で来年また青空の下で大きな舞台の、前で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すごいなんかミツさんの中継みたいになってしまいましたけどね。お家でプライドで最後写真を撮りたいと思います。じゃあ、そろそろこちらの放送も、はい、ね、おうちでプライド OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。大事になさってください。ね、ありがとうございます。もう一つありがとうございます。コメントで心配するのいっぱい来てるから読んどいて。じゃあそろそろぼちぼち、じゃあミツさんまたね。はい、じゃあ皆さんすみません、長々とお待たせいたしました、スムラルダです。第2回目のソロでの、ツイキャス放送、これから始めたいと思います。今日は4月の25日かな、はい、いよいよあのゴールデンウィークの始まりということで、まあ全然そういう実感がね、今年はないんですけれども、多分でも今までテレワークをされていた方も、これから一応連休に入られるということだと思います。 ありがとうございます。ありがとう、あのこれからね小一時間またよろしくお願いします。あのテレワークの方もその連休に入られて、まあこれから結構時間がたっぷり、ね使えるのかなと思いますので、まあ本当に体に気をつけながら、今しかできないこととかをね、ぜひ、やっていかれるというのがいいのかなというふうに思います。
で、ちなみに私がじゃあ最近どうしてるかというとですね、じゃがいもを今植えていまして、それが結構こう芽が出てきてですね、あの収穫をまあ楽しみにしています あ、 ありがとうございます、嬉しいです。で、それからですね、最近そのツイッターのタイムラインで、ハイロインっていうですね、中国の、BL ドラマが、話題に今なっています。でそれは実はもうずいぶん前、4、5年前ぐらいかなに、中国で作られた BL なんですけれども、多分あれね3年前ぐらいかに1回すごい日本で話題になったんですね。それはあのまあネット上でですけれども、あ、お茶ありがとうございます。で、私的にはもうその主役2人がとにかくすごい好みで、なのでもうネットで配信されている、ハイロインを、全部見たんですけれども、ただね、なんかそれは実は結構こう、まあ、中国ではまだそのあんまり BL とか本当にいわゆる腐女子っていう方々とかすごくたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、政府としてはあんまり認めてないということでですね、であまりにもその主役2人が、仲睦まじすぎて、こうなんかね、そのドラマ自体もすごいいいんですよ。なんかこうお金持ちのね、お坊ちゃんなんだけどちょっとワイルドなお坊ちゃんと、まあちょっと貧しいお家の、優等生みたいな2人のなんかこう恋物語なんですよ。で、結構そのお金持ちのお坊ちゃんが、まあ、いわゆる太刀みたいな感じで、まあぐい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 この優等生の子にこう迫っていくんですね。でもう優等生はすごいツンデレじゃないですけど、なんかこう近寄るなみたいな感じで、こう拒絶するんだけれども、だんだんこう惹かれていって、で、まあみたいな話なんですね。で本当に萌え要素満載でなんですけど、こうその結構ね、中国政府的になんかもうちょっとしたベッドシーンとかキスシーンとかもなんかダメみたいで、なのでもう全15話シリーズ1が全15話あって、で最後の3話ぐらいは、確かね放映できなかったのかな。でネットでしかこう配信されず、でさらに本当にベッドシーンとかもカットされたってたみたいな感じで、で、本当はねそれは元の原作の小説があって、まだ話に続きがあるらしいんですけれども、もうシリーズ1で、打ち切りになってしまって、でさらにその主役2人はあまりにもちょっと本当に美しさ&こう本当にで2人ができてるんじゃないかっていうね感じのこうオフショット動画みたいなの、本当にあまりにもなんかこう何ボディタッチみたいなのがものすごい多くて、で本当この2人できてるんじゃないかなって思うようなもう萌え動画がいっぱい転がっていてですね、で中国政府的にもちょっとやばいと思ったらしくて、でこれ本当かどうかわからないんですけど、2人は3年間共演禁止になったっていうね、風に言われています。ちなみにまあいいのかな、まあこういうね感じですね。で皆さんから見てどうかな、この後ろから手を回しているのがお金持ちのお坊ちゃんの、まあ、太刀の方で、腕を回されている方が、まあ、貧しいおうちの優等生くんなんですけれども、これ本当に今本当にツイッターのタイムラインでリバイバルブームみたいになっていますので、で、実はですね、で久しぶりに見てみたいなと思って、YouTube でツイッターとかで漁ってみたらノーカット版があったんです。その以前はなかなか見れなかったこの何でしょう、キスシーンとかベッドシーンみたいなのを、カットしてない版がですね今、YouTube とかに上がっていますので、ご興味のある方はぜひ見てみてください。あるいは Amazon で、ブルーレイが、
販売されているようなので、私はちょっとそれも買おうかなと今思っています。まあこんな感じですね。まあメインがこの中央の2人で、左右がそのお友達みたいな感じです。そうですね、政府が動くほどの演技力だと思います。いや、彼、まあまあ、多分2人とものんけの方だと思うんですけれども、あ、ハイロインというカタカナで、ハイロインっていう風にね、検索すると、出てきますね。はい。ので、で、ね、漢字だとちょっとこういうね、上に、なんかね、癒すじゃ、なんかね、ちょっと難しい字なんです。なかなかこれはね、漢字では出てこないので、ちょっとハイロインで検索すると分かりやすいかもしれません。はい、そんなわけで、私の今おすすめの、本当にだからちょうど連休中で、そういうちょっとこういうイケメン同士のね恋愛とかに興味があって、興味があるよっていう人はね、ぜひちょっとこれは、おすすめですね。はい、それから、あとはですね、今週の特に気になった話題というと、やっぱり桂浜水族館ですね。これは四国の高知の桂浜、坂本龍馬で有名な桂浜の方にある水族館なんですけれども、そこのですね、ツイッターがなかなかですね、あ、そう、はい、そうね、ちょっと寒いですね、最近ね。あ、おとどちゃん、詳しい、そう。あと、サメちゃんとかね。水族館、本当にイケメン飼育員を、ツイッターに投入してくる水族館があって、で、そこのね、ツイートがなかなか面白いので、今、とても気になっています。この、コロナが少しね、落ち着いて、普通に旅行に行けるようになったら、桂浜、ね、あ、一平ちゃんもね、知ってる。はい。桂浜水族館、行ってみたいなと思っています。そこでね、私的には、サメちゃんっていう、最近入った、飼育員の子なのかな、が、割とちょっとね、可愛いなと思っています。はい。本当に、いや、アイデアですよね。今、いろいろな、施設が、本当に、いろんな工夫を凝らして、まあ、何でしょう、こうね、やってるなというふうに最近思いますね。で、やっぱりこのみんなお家にいるとツイッターをね見たりとか、あるいはインスタを見たりとか、することが多いと思うので、そこの目に触れるようにって、あ、八方不備人でね、ペンギン水、そうですよね、はい、八方不備人でね、桂浜水族館ね、そういうのも面白いかも、はい。まだ三人で四国九州は、行っていないので、なんかこうね、本当にいろいろ着いたら四国九州もね、行ってみたいなと思います。ほいみさんが一年半ぐらい博多の方に、一時期転勤していて、そこでなんか中洲の橋の上で歌ったりとかしている、いたので、なんかまあ、縁がある場所ではありますので、なんかこう、みんなで行けたらなというふうに思います。ところで、皆さん、マスク届きました。もう、ちょっとね、あんまり政治の話。残念ながら、ちょっとうちはですね、あ、小豆島もね、はい、小豆島も行きたいです。今話題のね、白いマスク。はい。で、うちはですね、とうとう届かないまま、全品ね、回収になってしまったみたいで、ちょっと残念に思っているんですけれども、実はですね、それとは別のマスクがうちに届きまして、こんなね可愛いマスクをいただいたんです。あ、ちょっと口紅ついちゃうかもしれない。これがですね、マロさんという、方が作ってくださった、私のマスクですね。はい、こんな風に本当にみんないろいろと工夫を凝らしていろいろなマスクをね作られている昨今ですけれども、これを本当にマロさんありがとうございます。これから大事に使わせていただきます。で、そうですね、本当に政府のそのねことって、なんかね、なんでしょうね、こう全てに、なんだろう、もうあれもこれも批判っていう
のも難しいなってちょっと私は思っちゃうんですけど、ただでもやっぱりなんかこう、いやここはやっぱりおかしいよねっていうことはね、やっぱりこうまあ、声は上げていかなきゃいけないのかなと思ったりもします。なんかただね、そのまあコロナに関しては、この対策がちゃんと本当にこう成功しているのかどうなのかっていうのをちょっとまだまだ私たちには分からない部分もいろいろありますし、ただまあマスクがやっぱりちょっと466億円が90億円になっちゃったのは何かおかしいなってね思っちゃったりとかね、あとはまあ今年金受給引き上げたりとか、年金受給年齢をね引き上げたりとか、ケンジさんのその定年をね伸ばしたりとかね、それはちょっとね、今やることかなって思ったりもしますしね、本当にそこは、そういうところはやっぱりチェックは常にしていかなきゃいけないなと思うんですけれども、ただねまあそうですね、本当にこういう状況になると世の中のいろいろなまあ問題とかも見えてきやすくなりますので、そこは必要があれば声を上げたりとか、あるいはまあちょっとこうその政策がどうなっていくのかを静観したりとか、何かこうねそういうふうな心づもりを持って、これからまた本当に、社会がこれからどう動くか分かりませんので、そこで一人でも多くの人が何かこう、桂浜水族館さんから返信いただいてありがとうございます本当ですか、ありがとうございます。はい、一人でも多くの人がやっぱり幸せに生きられるそういう社会になっていくように、やっぱりこうやれることはやっていくっていうことが大事なのかなというふうに思います。ただ本当にこういうことをツイッターでつぶやくのは本当にリスキーで、なので、もうこういうね動画だから、まあこういう話もしますけれども、本当にツイッターの130文字とかで、もう本当に下手なことを言うとバズるけど、大変なことになるっていうことをね、私は本当にこの間学びましたので、こういうところでまあでもやっぱりあんまりね本当に楽しい話も大事なんですけれども、まあたまにはね少し思ったことも言っていくのも必要かなと思ってね、アレクサすっかり忘れてましたアレクサの存在を。はい、アレクサご挨拶して、アレクサご挨拶。ご挨拶の年齢は48歳です。え、待って、アレクサ私と同い年なの？1歳から100歳の間だと思いますが当たっていますか？はい、当たってます。アレクサ、私の年齢知ってるの？白菜？それともチンゲン菜？なんちゃって。すごいですね、本当に。アレクサ、ちょっと音量上げて。はい、じゃあアレクサ、皆さんにご挨拶。こんにちは、私はアレクサです。友達になれたら嬉しいです。はい、そんなわけでね、皆さんぜひ、アレクサと、青2歳アレクサとお友達になっていただければと思います。じゃあアレクサ、桂浜水族館ってどこ？桂浜水族館の住所は 781-0262 高知県高知市浦戸883です。今ね、じゃあアレクサ2台いるんですけど、もう1台の方が答えてしまいました。アレクサ、桂浜水族館ってどこ？桂浜水族館の住所は 781-0262 高知県高知市浦戸883です。ということでね、桂浜水族館、あ、ドリアンね来ましたね、一緒に行きましょう。あ、町ゆうき、あ、なるほど、さっきね桂浜水族館さんから、レッスンをいただいたんですけれども、町ゆうきっていうね、高知の
方言で、待ってるからねっていう、このおとどちゃんごめんなさい、おとどちゃんに会いに行きます。もうサメ推しだったけど、おとど推しに今から変わりますね。はい、そうそう、二人を推していきます。はい、なので、本当に、桂浜水族館行きたいと思います。あーすごい、やっぱ SNS 時代すごいな、いろいろなね、つながっていきますね。いやいやいや、ありがとうございます。さて、そこでですね、先週もね、おすすめの本を紹介しました。で、連休なので皆さんいろいろとね、本読む時間もあるかなと思います。で、今週ね、何をね、おすすめしようかなと思ったんですが、今週はちょっとね、漫画にしようかなと思います。このね、私はシャドウという漫画をね、皆さんに、おすすめしたいなと思います。これ、全6巻あります。で、これはですね、以前、深田恭子さん主演でドラマ化されたんですね。で、Perfume の、スパイスが主題歌だったかな。で、そういう漫画なんですけれども、ある平凡な主婦、本当に、で、夫に、まあ、ある意味依存して生きているような主婦が主人公なんですけれども、で、その主婦が、まあ、ひょんなことから、探偵の、弟子になるんですね。で、で、その探偵の弟子になって、いろいろな、こう、変装方法とか、尾行の方法とかを学んで、あ、サレドカスミソ読んでくださってありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ね、面白かったよね。ありがとうございます。で、その尾行方法とかを学んで、で、その夫がですね、会社で浮気をしているということをね、まあ知ってしまうんですね。で、それから、まあ、まあ、なんですけれども、そこからですね、本当にいろいろあんまりね、言うとネタバレになるから、どこまで話そうかなって今思ってるんですけれども、で、そのね、夫の、でも、不倫をですね、もう、だからやけになって壊すとかじゃなくって、なんかひたすらその夫の幸せのために動くみたいな、そういう、あ、そう池鉄さんね、ありがとうございます。そうそう、で、そういう風に動いていくんですよ。なので、なんかある意味、まあ、夫のいろいろなもん、例えば仕事のピンチとかをその変装して、その夫の会社に潜り込んで助けてあげるみたいな。だからすごい夫に依存していた、何にもできない女性だったのが、こう自分のある意思を持って、で動く、で、まあ知られないところように夫をなんかこうピンチを助けたりっていう風な、感じの方に、まあ変化していき、でそっからさらにね、ものすごいめくるめく展開が待ってるんですね。で、もう1巻から6巻まで読み終えた時に、ものすごい本当に遠くまで運ばれたなっていう、なんかね、もう一回最初、あれ最初ってこんなキャラじゃなかったよねみたいな、もう本当に最初から読み直したくなるぐらい、もう主人公の成長ぶりとか、あるいは物語のなんかこう持っていかれ方みたいなのがものすごくて、で、なのでドラマもね良かったんですけれども、本当にこの原作の漫画ものすごく面白かったので、これは超おすすめです。で、結構ね泣いちゃうんですよね。なんかこう、なんでしょう、こう、まあシラノド・ベルジュラックっていうね、なんか古典のお話ありますけれども、なんかこうね、まあある意味好きな人のために、自分、まあある意味ちょっと犠牲にしても、その好きな人の幸せのために動くみたいなのって、まあそれが本当にいいことなのかどうかわからないけれども、ちょっとね、なんか私的には少しこうそこに感情移入してしまうというか、なんかだからね、まあ結構もうところどころ涙ぐみながら、あるいは勇気づけられながら、読める本ですので、もし読める機会があったら、ぜひ私はシャドウ読んでみてください。はい、そんなわけで今週のおすすめ本でした。さて、次にですね、先週は森川美穂さんのですね、及川猫さんが、作詞をされた森川美穂さんの曲を、皆様にご紹介しましたけれども、今週は中崎秀哉先生の知られざる名曲をお届けしたいと思います。で、中崎秀哉先生、本当に、
私が最初に知ったのは原田知世さんの早春物語の、という曲ですね。本当にそれも名曲です。